った町屋さん。今先生が喋ってるんですよ。襟足切れ。触ったなら裁判ですよ。ちゃんと挨拶しろよな。はい、水谷千恵子でございます。よろしくお願いいたします。本当に今回、3度目の50周年座長公演ということで、明治座さんと本当博多座さんはものすごくこう理解のある小屋で、千恵子がこういうことをやりたいわとか、こういうことをやらせていただきたいわということを本当夢を実現させてくださいます。そして今回もまた素晴らしいキャストとスタッフの方に、集結していただきまして、お芝居と歌謡ショーの2部構成という形でやらせていただくことになりました。もう初めての的場浩司ちゃん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ねえ、もうやっぱりもう締まるというかね、浩ちゃん出てもらうと、そういう意味ではすごく心強いし、ゆうちゃんはもうおなじみのいつもありがとうございますね。えで、頑張れるやちゃんはもう初登場ということでね、えもう運動神経とか身体能力が素晴らしいから、今回はまあ本当に暴れてくれるんじゃないかというふうに期待をしております。よろしくどうぞ。そして呼んでもないのに来たのがこの倉武史という方でございますけど、何が呼んでもねえだよ、いい加減にしろなあ。まともちゃん、僕失礼な話だよこれ。声が大きいだけだから。あんたこんな部屋取ってもらったよ、騒がなきゃどうすんだよ。こんなシャンデリアでよ、立派なさ、本当に金屏風もあって、本当におめでたいということで皆さんが歓迎してくれてるんだな、よろしくお願いしますね。え、まあ、こういったメンバー、他にも今日は、ね、来れなかった方はたくさんいらっしゃるんですけれどもね、楽しい座組になってございますので、皆さんご期待いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。的場浩司です。皆さん本日はお忙しい中足をお運びいただき誠にありがとうございます。水谷先生、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。本当に礼儀正しい。まあ梅沢さん、博多座さんの舞台には、何度か若い時から立たせていただいているんですけども、今回先生と初めて同じ板の上に立たせていただくということで、それを聞いた時に身震いいたしました。はい、よろしくお願いします。先生には本当に、3度目のお世話になるわけですが、普段もすごい可愛がっていただいておりまして、非常にもう本当実の姉のように、先生をしたい申し上げておるんですけれども、またお稽古が始まり、お客様の前に立つということで気持ちを新たにお稽古頑張っていきたいと思いますので、たくさんの方に見ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ゆうちゃんはもうしっかり者ですからね、もう何の心配もございませんし、はい、もう本当にいてくれるだけで華やかになります。ありがとうございます。よろしくお願いします。あと個人的にも千恵子先生には感謝してて、数年前にまひろちゃんは身体能力の子だからっていうことを言っていただいて、とにかくテレビで運動しなさいっていう助言をいただきまして、そこからすごく運動をさせていただく機会も増えて、今では崖を登ったりとか飛び降りたりとか、そうそうそう、そういうお仕事の幅もすごく広がったので千恵子の助言、はい、そうよ。なので今回忍者ゾーンということで忍者の役でいろいろ運動する場面も多いと思うので、しっかり今まで培ったことを全て出し切れるように頑張りたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。まひろちゃんはさ千恵子先生、私まひるなんです。まひちゃんまひるちゃんだ。まひるちゃんはさ、身体能力優れてるんだけど、本当にこの人すごくって、例えばここでさ受け身をやってって言ってもできるわけでしょ。はい、できます。ちょっといい、いいですか。せっかくなんかカメラも今日あるし、なんか、ね、大丈夫ですか。あーおーおーあーお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 
んな。ありがとうございます。よしこちゃんは何か。私もできるんです、チェイコ先生。え、ほんと。怖いわね、ちょっと。あ、あら。こっち見て、あっち、あっち、あっち。バク転です。バク転じゃないだろ、今のは。バク転なの。バク転です。違うだろ、今の。はい、よろしくお願いいたします。ほい、はい、おい、おめでとう。ありがとうございます。チェイコ、あんた。どうしたの。お、お前、そんなさ、頑張れる。ほら、ね、ありがとうね。頑張れるじゃんに、そう、もらってんじゃん、頑張れじゃんに。いや、あんたも、ほら、やだやだ。そんなデリカシーあったんだ。すいません、申し訳ない。ごめんなさい、ごめんなさい。おい、俺、そんなさ、なあ、華やかではねえけどよ。これ何。これ、じゃ花高いから、金がないからよ、その、チンゲンサイにしたんだ。チンゲンサイですね、皆さん。いや、わかんねえんだよ、これは。なかなかチンゲンサイもらうことはないです。うまいこと花って言い切ってくれよ。危ない危ない。何万回スペシャルやってるみたいなの。何。あ、やだやだやだ。何それ。手裏剣をなんかやろうとしてるわけ。何その動き。何万ステージでやってる忍者の、もうやり慣れすぎちゃう。もうこなれちゃって。いいスペースあってよかったじゃん。すごい伸び伸びとやってるね。ちょうどいい床で。何なのよそれは。いや俺もよ、うん、なあ、まあまあ忍者ではねえけどよ、うん、なあ、夜は随分とお前忍んでんぜ。あー、やめて、下品。びっくりです。とんでもないことが起こりました。あの方が緊急帰国されたそうです。何、あの方って皆さん分かる。緊急帰国された方が急遽会見に参加されるということになりました。なんだよ。それではお呼びいたします。未練留学から帰国されました三崎進さんです。三崎、え、ご登場ください。どうぞ。三崎進さん、やだ。進ちゃんちゃん、すごい、なんか汗かいてる。汗かいてる。お前なんだよ、お前遅れてきやがってよ。めちゃくちゃ顔濡れてんぞこいつ。ありがとうございます。駆けつけてくださいまして、ますます風格が増したような気がいたします。大丈夫？お座りください。座ってんだよ、みんな向こうは。あなたがよ。お前が座るんだよ。失礼しました。はい、この度千恵子一座の座員の一人として、今年明治座さん、そして博多座さんの方に、あの、すごい息切れて参加させていただくことになりました、三崎進です。どうぞよろしくお願いします。これはなんかすごい動きがありそうですけれども、進むちゃんはじゃあ今回あの出ていただくっていうことで、会見の方にも急遽参加してくださったっていうことで。はい、あの飛行機間に合いまして、今もう本当に駆けつけてきました。あ、それでそのすごい、ちょっとマイクがボーンって言ってた。マイクをよ、これ落としたボーンって言うんだよ。お前どう、そんな汗かくほど来たの。すっごい笑ってるね。どこ行ってんのこいつ。だって海外ばっか行ってんだろこいつはよ。どこに行ってたって。二殿です。二殿って言うと、二殿という国、皆さんちょっと地図で探していただいて、おそらく見つからないと思いますけど。いやいや。ねえ、参加すんのこいつ今回。だからまあ双葉ファミリーっていうのは一時入ってましたけど、喧嘩しないでそこで。双葉ファミリーの一員ではありましたけど。お前遅れてきてんだからお前が悪いんだろ。お前海外ばっかり行ってよ、俺はピシッと日本に行ってやるのが当然なんだ。何度かお会いしてる人なんですけど、こう言いたいです。初めまして。あらららら、あらららら、怖い怖い。これ無理だ、俺こいつは会わねえよ。うん、うん、だってこいつさ、だって日本に行ってよ、やってねえじゃん。海外ばっかり行って若い時からよ、うん、二連だかし、どこだそれ二連ってよ。ね、まあでも初めましてじゃねえよ、会ってんだよ何度もよ。何度も会ってんだよ。マトコちゃん、これはこいつはダメだぜ、こんなやつを絡んだら。コウちゃんびっくりしちゃうから、やっぱりそれは本当に。まあ、なんていうの、気性の荒い方がね、まあ、双葉ファミリーにはたくさんいたっていうのは千恵子も分かってはいましたけれども、こうやってね、でもみんながこう揃ったことですしね、それはもう一つの作品を作るという気持ちで頑張りましょうよ。
本当に嬉しいです、うん、あのちょっと手をお借りしていいですか。今回千恵子座長のもとでみんなで心込めてステージをお送りしますので、ぜひぜひ劇場の方にお越しください。お待ちしています。お前なんだと思ってるんで、人のことをマイクスタンドのように扱ってよ。マイクスタンドのようなものじゃないですか、あなたなんて。やめてやめて、本当に今日はぶち殺すぞお前。みんながびっくりしちゃうから。何しらん顔してんだよ千恵子さん、うん、舞台全体の、はい、についてです、ね、はい、ご説明をお願いいたします。今ね、緊急で来てくれた三崎進ちゃんと倉武氏は2部の歌謡ショーの方に出ていただくということで、まずはお芝居の方のね、的場浩司ちゃん、そしてゆうちゃん、そして頑張りルーヤちゃんたちに出ていただく、今回は忍者ゾーンという、まあ、忍者をモチーフにしたお話でございます。あ、実はこういうストーリーが裏ではあったのかっていう、まあ、新しい、それが真実なのかどうなのかという、ちょっとまあ謎めいたストーリーにはなってますんで、ぜひそちらの方も皆さん歴史の勉強もなんか、なんだろう、ちょっと待ちなさい。今先生が喋ってるんですよ。こうちゃんありがとね。本当そう思います。ありがとうこうちゃん、ありがとう本当に。気性の悪い人が本当に揃っちゃったから、こうちゃんの言う通りです。本当に今はね、あまり役者の方を怒らせないで、それは本当に痛い、豪華なこのメンバーでお送りしたいなというふうに思います。誰がいくつになったか何がいくつな、いくつになろうが関係ねえじゃん。なあ、いくつになろうが年取ろうが関係ねえだろ。ずっとなんか言ってた、ね、お前みたいによ、よくわかんねえ国とほっつきやり方わけが違うんだよ。ちょっとよしこちゃん、よしこちゃん、ちょっとよしこちゃん、ちょっと不敬顔を、ちょっと何ありがとう、どうもありがとう。よしこちゃん、ありがとう、ね、よしこさん、ありがとうございました。恐れ入ります。頑張りりあちゃんも本当ね、こういうちょっと荒い現場の ところも多々あるかもしれないけど、うん、ありがとうございます、ね、ちょっと、うん、まあ、そういうことで本当に一部の忍者ゾーン、そして二部の歌謡ショーの方も楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。そのあ、ちょっとダメよ、今のはダメよ、今のはダメじゃない、本当に綺麗やか襟足裁判ですよ。襟足綺麗、触ったなら裁判ですよ。何が裁判だよこの野郎。裁判ですよ、触りましたもん。大丈夫そうでしょうか。取りましたよね、髪の毛の話はもう後にしてください。触らないでください。あら、お前これ取り込んだバカこの野郎。マイクお持ちします。あ、ダメよ、マイクパフォーマンスはダメよ、やめて。取ってます。取ってください、ちゃんと。歴史に残る、またこれ喧嘩になりそうね。ご質問ちょっと、また的場浩司ちゃんのちゃんと姿勢を見て見習いなさい。しっかりしてんだから、こうやって。じゃあごめんね、違うね、こいつがよ。的場さん、申し訳ありません。そうです、本当にそれを言ってくださるんですよ。的場さん、申し訳ない、本当に。すいません、遅れてすいませんでしただろう。遅れてすいませんでしただろう。ありがとうございました。後ほどフォトセッションでよろしくお願いいたします。ご丁寧にありがとうございます。くらさん、ありがとうございました。失礼いたします。はい、引き続きまして、オフィシャル写真撮影フォトセッション編と進ませていただきます。MB カメラの皆様も。